昔、鴨取権兵衛という鉄砲打ちがおったぞな。鉄砲の腕はそれはもう下手くそで、鴨にバカにされてばかりおったそうな。そんな時権兵衛は考えた。ああ、なんとかして一度に百羽の鴨を取れねえもんかな。そんなら面白いんだがな。とまあそんなわけで、権兵衛はある日古い鉄砲をかき集めて、一度に何発も弾の出る鉄砲を作ったそうな。次の日、権兵衛は鉄砲を担いで裏山の池へと出かけた。ところが、カモは四五羽しかおらなんだ。ちっと少ねえだが、その代わり全部いただきたい。はれ、一発も当たらねえだが、おらもう嫌になっちまうだ。それでも権兵衛はどうしても一度に百羽のカモを取りたかった。そこで内地へ絞って考えたが、ある日、そんな冬になったらいい手があるだ。そうとなったら寝てまと。と、権兵衛はごろりと横になってしもうたそうな。さて、冬になってある日のこと。よし、これくらい縛れていれば大丈夫と、鴨取権兵衛は古い縄を引っ張り出して池へと向かった。と、うひゃー。いるわいるわ、カモ百羽。夢でねえだべな。うひゃー、ほんまだほんまだ。うへへへ、しめしめ、すっかり凍っとるわい。これでカモども目を覚ましたところで、足が凍って逃げられやせんぞい。メモ様さん、なんとまあね、眠ったまま凍っとるわ。なお結構。えっちらおっちら、あとはもう縄をかけるばかりじゃと。権兵衛は一晩中カモを縛って回ったが、最後のカモに縄をかけてみると、ちょうどこれが99羽。まあ一羽足りんがええじゃろ。何しろ夢みたいな大儲けじゃ。うわ、カモ取権兵衛は大喜び。こうして99羽の獲物を引き連れて、意気揚々と引き上げていったそうな。ところが朝になって日が出てきた。凍っとったカモたちもお日様の光でだんだん溶け始めたぞな。カモたちはどん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 目を覚ましていったそうな。なんにも知らん権兵衛は、あれ？いやー、気がついた時にはカモたちは一斉に空へ飛び立った。助けてくれのカモたちは空高く飛んでいった。権兵衛も仕方なく空を飛んでいったぞな。そのうち権兵衛の手が疲れてきて、縄を握っとるのが苦しゅうなった。ついに権兵衛は真っ逆さま。助けてくんろ。落ちたところが泡畑じゃ。なんじゃなこれは。この人天から降ってきただが、気の毒なことに目回しちょるよ。だだだだだだ。
このお方、カモの生まれ変わりじゃねえか。はあ。まあ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 、落ち着きんさい。あれ、あれ、お前さん、天から落ちてきなすっただが、カモの親類だかな。え、カモの親類じゃと。あ、ゴンベイはやっと気がついて、村の衆に今までのことをみんな話して聞かせたそうな。村の衆はたんと面白がり、それならここでしばらく縄取りでもして働いていったらええと言うてくれたそうな。さて、次の日からゴンベイは縄を借りに出かけた。ところが、何日かするとまたまた悪い癖が出て。ああ、まあ疲れるなあ、もう。それにしてもちっともたまらんな。なんかこう、一度にどさーっと取り込む方法はねえもんだべか。そしてあくる日、ゴンベイは特別大きな泡の実がどさーっとなっとるのに出会ったそうだ。うひゃー、こいつはありがてえ。これならカゴがすぐいっぱいになるぞと、ゴンベイは大喜びでバサーッと泡に釜を入れた。あれー、うほほー、わー、あれ、また飛んでいくだよ。うひゃー、今度はどこへ行くだかな。ゴンベイはまたまた空高く舞い上がり、飛んで飛んで落ちたところが見知らん町の用水桶じゃったそうな。なんだか落ちてきただが、なんじゃろうの。なんじゃろうの。なんだ、人間でねえだか。なんだ、人間だ、天神様じゃろか。薄汚ね、天神様じゃの。みんながあんまり騒ぐので、ゴンベイ恥ずかしくなって逃げ出した。そして着いたのがどういうわけか笠屋じゃったそうな。どなたですじゃ。笠屋はゴンベイの話を聞いて大層面白がった。そしてしばらくここで働くがよいと言ったそうな。ゴンベイは次の日から笠屋で働いたそうな。せっせせっせと傘に油を塗っとったそうな。ところがある日、ゴンベイが傘を庭に干しておると、急に強い風がさーっと吹いてきて。こら、こら、待たんか。おい、待て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 。やっと傘を捕まえたと思うたら、そのままビューンとまたまた空に舞い上がっていったそうな。よくよく空のお好きな方じゃの。ゴンベイは傘につかまり、ふうわりふうわり野こへ山こへ飛んでいった。わしはよくよく空に縁があるな。ゴンベイはほとほと自分でも感心したが、こうたびたび空を飛んでいると、空を飛ぶのが何やら楽しゅうなってきた。ふふふ、こりゃこりゃ結構な眺めじゃな。ところが急に強い風が吹いてきて。あらられれれ、傘が、傘が、あれあれ、なんだか見たような池じゃが。あれ、落ちたところが元の裏山の池じゃったそうな。昔なじみのカモたちが早速ゴンベをからかったんじゃと。こら、今度こそ必ず100羽まとめて取ってやるからな。何度も空ばっかり飛んでいて、ゴンベイは何の獲物も取れなんだ。ところが、
土壌でねえだか、こりゃ土壌の大量じゃ。桃引きの中に土壌がうじゃうじゃ。カムは取れなんだが、今日のところは土壌100匹じゃ。だが見とれ、今度こそカム100発捕まえてやるだで。ゴンベイはそう言って自分の家へ帰って行ったじゃと、ほんにご苦労なことじゃった。